タトラこの項目では、チェコスロバキアの KD タトラが展開していた、路面電車車両のタトラ K2 のうち、チェコの都市、オストラバの路面電車である、オストラバ市電に導入された車両について解説する。1967年から導入が始まり長期に、渡って使用されたが、後継車両への置き換えにより2018年に、営業運転を終了した。タトラ K2 はチェコスロバキアに、 かつて存在した鉄道車両メーカーの KD タトラによって開発された2車体連接車である。先に開発された連接車のタトラ K12 故障が多発したことを踏まえ、同時期に生産されていたタトラ T3 を元にした電気機器が採用されたのが特徴で、ループ線が存在する系統に適した型運転台式の車体を有していた。 オストラバシデン向けの車両は1967年に導入され、同年2月に営業運転を開始した3両から製造が始まり、1969年にはさらに5両の増備が実施された。当初はさらなる導入が予定されていたが、同時期のオストラバシデンに向けては、タトラティさんの大量生産が実施されており、以降の増備は1983年に、 輸送力増強のために導入された2両に止まった。この2両はもともとサラエボ市電向けに開発されたものをオストラバ市電を含めたチェコスロバキア各地の路面電車へ向けて導入された経歴を持つ。ビロードリコンを経てオストラバ市電がチェコの路面電車となって以降は機器の更新が行われ7両は KD トラクションが展開した TB8 に2両は アルストムが開発した TB プログレスへの制御装置の交換が実施され、形式名についても前者はタトラ K2G に、後者はタトラ K2P に変更された。また、大半の車両は、車内の改装も合わせて実施された。一方で804については、歴史的な車両として、原型を止め2005年に引退後は、 保存が予定されていたが、車両の状態が悪かったことから実現せず、長期にわたって放置された後2010年に解体された。更新を受けた車両についても2008年に起きた事故の影響で、廃車、解体された810を皮切りに廃車が始まり、2013年には、機器流用車である、バリオ LR にあるいいえ、台車や手電動機などの主要機器を供出するため808。 と809が廃車された。それ以外の車両も2017年以降後継車両となる単語 NF2 の場への置き換えにより営業運転から撤退し最後に残されたのは802と803となった。そして2018年11月3日に実施されたさよなら運転やセレモニーを最後にオストラバシデンにおけるタトラ K2 の営業運転は終了した。引退後 803は歴史的な車両として胴体保存されている一方、802については車両番号が8210に変更され2021年現在も在籍している。ありがとうございます。